ちょっとやめたの。こんにちは。こんにちは。今日のお題は。こんにちは。こんにちは。今日のお題は。ででん。アイドル教室に入って一番人生が変わった瞬間です。アイドル教室に入って一番人生が変わった瞬間。すごい面白い。人生が変わった瞬間。むず。入った時から人生変わってるから。入った瞬間ですね。入った瞬間、うん、入って活動を始めた時が一番人生が変わったなって思います。でもあれじゃない、さやかの場合はさ、はい、ジュニアからアイドル教室に上がった時が変わった瞬間。ああ、そうでもないか。いやー、でも一番なんか上がるっていう発表があった時は本当に知らされてなかったんで、そうなの、嬉しかったですね。そうなの、はい。まぶしい。なんだろう、めっちゃむずい、全然言えない。でも入った瞬間そもそも変わりますよね。マジかライブだからさ、すごい変わるし、普通に生きてて、あ、私アイドルなんだってなるから変わったなって。そういうの、どれ変わった、分かった。私多分、はい、あさきさんが卒業した後ぐらいかもしれない。あ、そう、私は多分なんかあさきさんが卒業してなんかめっちゃ雰囲気変わったんで、グループの、とかやっぱもともとあさきさんがほとんどの曲センターをやってたから、みんなで、その当時のみんなで、そのあさきさんやってたセンターの曲をオーディションとかでこうやってたから、今まであさきさんがやってたセンターっていう憧れの位置に、全曲とかじゃないけど少しの曲だけなんかやれるようになってって、そっからなんかいろいろと自分の中でも気持ち的にももっともっと頑張ろうみたいな、なんか思った瞬間かも。なんか真ん中で踊ってみて、こういう楽しみ方もあるんだとか。確かに、なんかやっぱ朝木さんが辞めた時かな、卒業した時かなって私は思います。でさらに変わったのはさゆみんさんっていう先輩が卒業した後かな、さらに先輩がいなくなった時とかかもしれない。私の場合は自分が結構、私あんま先輩っぽくないんで、なんかなんだろう、後輩でいたいタイプだったから。そうなんですか、うん、なんか先輩がにと一緒に活動するっていうのがそれもそれでめっちゃ楽しくて、なんだろう感じかな。先輩がみんな辞めちゃった時ですかねって感じです。やばいじゃん、やばいやばい、もうやばい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 、なになに、アイドル教室に入って一番人生が変わった瞬間。あ、活動の中で変わった瞬間、どういうことなんだろう。でも選抜に上がった時とかはやっぱり本当にね、ガラッと衣装も変わって、生活が変わりましたね。確かに、なんかやることが一気に増えて、確かにもう毎日追われる生活、そう、お休みがないっていう。めっちゃ変わったから、そう、早起きでね、毎朝始発できてましたもの。やばい、急げ、やばい、行ってくれよ、もう時間本当にない、本当に本当に時間ない、やばい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 。はい、これ持っていく、どっちが、はい、持っていくよ、はい、自分で持っていくよ、はい、あすちゃん、あすちゃん、けど嬉しい、はい、いいライブにしましょう、はい、頑張ります。すごい、ノンストップです。五木みのコールやろうと思ったら、ね、ファンの方がカンペ持ってらっしゃって、はい、すごかったね、はい、びっくりした、ちょうど今日言おうと思ってたから、ね、今日から言おう、はい、嬉しかった。汗やばいよ。
ちゃです。こんな感じね。ありました。そしてリンドさんのマジいられだった。楽しかった。よかった。みんなが不安があるから私は不安になっちゃったけど、全然し、いや多分朝のテンションだからこんなできないと思うけど、てかアドレナリンすごいっすね。全然逆になんか清々しい気がして、いや朝はもう本当にできなくてもきつかったな。楽しかった。カジュちゃん、ノンストップ公演に、公演ファイナルにお越しくださり誠にありがとうございました。一番人生が変わった瞬間、人生変わった瞬間、アイドル教室よいしょ。はい、私がアイドル教室に入って人生が変わった瞬間は、やっぱりスカドリ編が始まった時かな。やっぱりアイドル教室加入してすぐこのスカドリ編が始まったんですけれども、このセンター決め投票があったからいただけた歌割りとかフォーメーションがあって、なんか初めて前に出れた瞬間がこのスカドリ編が始まった時なので、なんだろう、私本当になんか自信なくてあんま前に出れるタイプじゃないんですけど、そのあの時みんなと一緒に掴んだ順位があるから、なんかみんなでそうなんか前に出れるようになったというか、なんかあれをきっかけに自分もアイドルとしてすごい成長できたと思うので、スカドリ編が始まった時ですかね。それまではなんかもう本当に先輩方についていくのに必死すぎてなんか余裕もなかったけど、スカドリをきっかけになんか見せ方とかも研究さらにできるようになったし、すごい成長させてくれたし、本当に変わった瞬間です。すごい、今15曲ノンストップで頑張ってきました。全然余裕です。どうだった？すごくいいライブで落ちたけど、序盤のカモンベイビーで私だけなんかボケていました。でもあれも良かった。絶対気づかない。でもあれも良かった。帰ってきて、帰っておいで。なんかそれも良かった。なんかあのライブ良かったよ。確かにあれ前だと気づかうなって思った。いやすみません間違えた。なんか呼んだ方がいいっていうタイプだった。良かった。真剣な時は呼ばないですけど、当たったしね、カモンベビーだったっていうと、あれ呼んだ方、結構長く気づかなかったから呼んだ方がいいって思って真剣で良かったです。その前に帰ってきて誰かがぶつかりそうになっちゃったって言ってこうやってやったら、あれなんかえっ誰もいない、わーなんかわーって言ってた、わーって言ってた。さやかのハッピーちゃんめちゃくちゃ忙しかったよね。体にやる気調査会社のせいのさやか、あーって言ってた。さやかに夜る気一番感謝を込めて、せーの、さやかいつでもブルーパワー。せいさーとさあさん、あれ良かった。自己紹介、自己紹介みんな好きなやつだから、絶対好きって思った。もうあれにあれバージョンも作っていいと思う。もっと早く気づいてるかね。初めてやってできてる。火曜日どうやらって、火曜日火曜日やるか。やるかすごいよ。喋りですよね。もうマネロン一番完成されてるのかな。やっぱそれはなんかあるの、そのね、最後最後出したやつ、そういうことだから書ける時間いっぱいあったんですよ。え、そんなあのちょっと前振りか、ハッピーちゃんの間に考えます。え、すごすぎるそれは。それ
のは、いや今日リハーサルやった時に合わなかったんですよ、あ違うの、余っちゃったんで、え、やっぱ違う、もっとね準備してる時間とかあったと思うのに、ハッピーちゃんの間に考えた、やっぱちょっと M1 見てたんで、あ、そっか見てたの、ちょっと余裕なくて、 M1 に負けた、 M1 に負けたの、本日は、はい、ありがとうございます、ジリーノさんのラスト公演、すごいサプライズでお花もらってた、ノンストップ公演でした、お疲れ様、ありがとうございました。楽しいですね、やっぱライブは、めっちゃ楽しかった、セトリの組まれ方もね、なんかしんどすぎず、あー、よかった、上手、あと純粋楽しかった、よかった、よかった、よかった、B キャンめっちゃ盛り上がってたよね、盛り上がってた、めっちゃ回してた、すごいみんな回してた、みんな持ってた、嬉しかった、みんな持ってた、みんな持ってた、みんな持ってた、嬉しかった、嬉しかった、ありがとうございました、楽しかったです、お疲れ様でした、ありがとうございます、次で最後、はい、最後、やー、占い楽しみ、占い占い楽しみ、あ、リコも占います、リコ占ってもらったけどずうずうしいかなって思って遅れずにって、なんか先輩を、はい、生年月日と名前を送らせていただきたいと思います明日の朝までに、はい、絶対送ります、嬉しいです、でもめっちゃ汗悪かったらどうしよう、確かに、かわいい7人ウィズリコフェさんでそうなります、めっちゃ嬉しい、楽しみです、超嬉しい、まあでもクリスマスなんでね、クリスマス当日にメイン公演あるっていうのは結構なかなかレアなので、いいクリスマスにしましょう、はい、はい、じゃあねみんな、バイバーイ、はい、カット、チューナルカット、カットカットカット、やっぱり撮ってる、やっぱり撮ってる、なんかこのやっぱオフ感もファンはやっぱ嬉しいよね、やっぱり撮ってる、イエイエイエイ、でももうそろそろ行かないとやばい、やばい、やばい、M1 が始まっちゃうもんね、もう始まってるの、みんなのまだです、じゃあ行かないとだ、すごいな、行かないと、行けるよ、すごいな、よし行こう、よろしくね。